もうだってほら、坊主にしちゃってるもん、こいつなんか。先立って坊主にしてる。もうさっきまで首にアコーディオンつけてたけど、今もう坊主にしちゃってるもん。おはようございます。バンブーです。今日は信長の野望大将やっていきたいと思います。よし、じゃあ、今、長宗我部家と戦争中で、しかも山名家に攻められたところから再開ですね。で、山名家は正直、こんな、なんかしょうもない勢力を落としてもしょうがないから、ちょいちょい攻めはするけれども、まあ、向こうが頭下げてきたら許すっていうスタイルで行くと。で、長宗我部は落としきると。そんな感じかな。じゃあ、山名家はとりあえずとっとと停戦してきてほしいから、こっちからも落とそう。矢上城かな。戦場ちっせえな。とりあえずこの辺に集結しておいて、敵の出方を見よう。さあ、じゃあそんな感じで行きましょう。当たる場所は1万3000上限か。いまいちだな。 こっち行った方がいいな。本当はここがいいんだけど、多分ここまで入り込めないだろう。進軍はここだ。ん？なんだ？ああ 浅井さんもちょっと手伝ってくれたね。こっちはどうするつもりだ？あ、いいね。このまま入り込めたら。お、いいじゃん。ここ攻めてきてくれるじゃん。準決勝落とそうと思ったけど、このまま来てくれるんだったら、こっちで戦おう。で、このまま行けば、多分秀吉ここで戦えるんだよな。あれ？戦えないの？もしかして。戦いそうだよな。オッケー、いいね。よしよし。さあ、で、こっちまだ集結してないな。まあでも、浅井も攻めてくれるから、まあ山名はもう死んだようなもんでしょう。よし、来た来た来た。バカめ。大きな戦場で戦いやがって。どんまーい。さあ、山名さんちは、秀吉でこのまま攻めちゃうか、せっかくだから。城もらおう。よーし。あいつらバカだな。わざわざ不利なところで戦ってくれるのは助かるね。よし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 。こっちで引きつけてるから、もう今こっち食べたい放題なんだよな。はい、来ました、真珠。まあ、こうなると思ってたよ。いいよ。一個も城取れなかったけど、このまま白地城に秀吉は行ってもらって、秀吉今大忙しだね。ちょっと待って、ちょっと待って。勝手に進むな。で、信玄さんはもうお帰りいただいて結構ですんで、はい、お疲れ様でした。威力偵察だけだったな。あ、長宗我部だって。兵糧1000を。いや、そんなんは受け入れらんないだろう。よし。そしたら、あとは、長宗我部ぶっ潰して、5900人しか出てこないぞ。はい、お疲れ様。もうダメだ。長宗我部はダメだ。よし。お疲れ様。 この3人だけか。あ、仏教いいっすねって顔してるね。ありがとう。で、剛力さんは、剛力さんでいいのかな。 知らんけど、この引田城に行って、長宗我部はおしまいだ。はっ、返り討ってきた。バカめ。 まあそうでしょうね。さあ、あとはもうノックして勧誘するんだ、仏教に。やっぱみんな仏教徒になりたいって言ってるわ。ほら、こんなにたくさんの人が仏教徒になりたいって。やっぱ仏教も大きくなったもんだ。長宗我部元親超強いな。よし、じゃあお二人にはお帰りいただいて。さあ、じゃあ残るは、いや、本当はもう終わらしてもいいんだけど、大友というこのキリスト教徒がいるじゃないですか。このキリスト教徒はやっぱ撃滅しない
限りこの日の元の国には平和は訪れないわけですよ。なのでやっぱりね、キリスト教徒は弾圧していこうかなと。大友もあれだよ、あのちゃんと絵を踏める人にはあの仲間になってもらうよ。よし、じゃあ始めましょう、とっとと戦争を。キリスト教は大きくなりすぎた。行軍、まあ最初は10万出るでしょうね。あ、ここいいんじゃない。守り選挙アップもついてないし、まずは大盛り攻めだな。本願寺兼女、兵数3600しかいないの不安だけどな。兼女の部隊が少ないので兼女お守り隊になるな。よし、大名対決やってくるか。第2軍出すぞ。一回この辺で待機するか。よし、じゃあ行きましょうか。芸人弱っ。そんなことないよ、強いよ芸人は。あのみなぎるパッションがあるからね。最終決戦始まったね。この剣女の部隊が本体だから、ライレンいて芸人いて、いやいいね、なんかこう決戦感あるね。ね、相手も迎撃余裕あるね。ただでももう一部隊出たらもう無理って感じだね。最終決戦始まるぞ。あれが大友家の大友総輪の大友総輪軍か。そうだよね、最近までだいぶ内側でサボってたもんな、お前も。進出鬼没、嫌です。進出鬼没使いにくいです、嫌です。おとり挑発でいいな。よし、始まるぞ。最初は全速前進でいこう。まあ、このまま行っていいな。ケンニョさんちょっと470人しかいないんで下がってもらっていいですか。見えたぞ、よし来た。ここでおとり挑発が決まると、いや今決まると困るな。現にはもう破壊、多分ライレンのところに集まるから、こいつらでこう護衛しなきゃダメだ。でこっちは、こっちこのまま突っ込んだらアホだな、アホンダラになっちゃう。山の上で待機だ。あ、いいじゃん、ちょうど鉄砲としていいところに布陣したな。実質一部隊落ちてんのがちょっと不利だね。よし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 、撃て撃て、存分に撃て。さあ、そうしたらこれもこのまま当たっていい。で本当は回したい、こっちに回したいけど、こいつがこっち来てた場合奇襲が入っちゃうから、本当は1ターンじゃなくて半ターンぐらい使ってこっちを偵察したいんだよな。こうか、こうすれば一回こっちをチラ見してから行くから、これで大丈夫なはず。足止めは必要ねえな。うわ、向き最悪。向きちょっと回ってればな。うん、横から当たれ。囲いましょう。こいつは突撃だな。一戦、いいね。一戦しよう、一戦。よし、これで行こう。剣女の現場監督官、確かにね。お、そこちょっと右、ちょっと右とかってやってそうだよね。よし、あー向こうも突撃してきたな。うわ奇襲見てたじゃんそっち。あ、でも奇襲仕返したから OK。 奇襲しまくってんな。よしよし、いいねいいねいいね。攻撃も決まってる、同節のところいい、いい感じです。もうここで規制崩ししましょう。騎馬突撃もかけちゃう。で今3部隊連れてるから、こっち側が若干有利なんだな。よし、鉄砲撃て、鉄砲を。このままタイマー張ってたら多分攻撃されちゃうから一回戻ろう。
よし、これでいい。よし、強撃入ってるね。あ、こっち強撃入って、逆に入ってる。まあでも今逃がしたのはいい戦法だったな。そしたらこのまま玄人を鉄、いや足止めよう、足止めよう。これで強撃から逃がさない。規制崩して騎馬突撃。もうこいつはここで落ちるな。で、利家は利家強いからもうここでタイマー張ってもらって、このままライレンは鉄砲で士気をそぐと。で、三枝さんはまあここでちょっと防衛しててもらおうか。で、今背後取られちゃってるからここで転進して攻撃だな。こいつはだな。どうせつ当たり続けても勝てないんだよな。でも逃げれるとも思えないから、鈴木さんが後ろ回るか。こっちにしよう。こいつは捨ておこう。 OK、 いいね。ここもここも落ちる。よーし、作戦通りだ。いいいいいい、いいぞいいぞ。このまま利家落とせ、鉄砲撃て。もう士気がなくなるはずだ。で、こいつ誰だ。一万田さんこのまま挟んで落とそう。突撃だ。芸人ひでえな。ここで鉄砲浴びせるのはひどすぎないか。非道な芸人だな。仏教徒の恐ろしさ見せてやれ。もう崩す規制もないだろうな。あ、これ足止め鉄砲コンボ超強いんじゃないか。で、ケンニョさんはちょっとこっち見てて。こっちの監督お願いするわ。規制崩して突撃そっちにはしないんだな。このまま同節落とすぞ。ケンニョやる気ねえ。いやいや無理だって、470人じゃ戦えないよ。よし、これ落ちるだろ、こいつ。あ、落ちないか。粘るな。ケンニョ役に立ってない。いや、違う。ケンニョ現場監督だから、いるだけで、みんなに指示出してるのがケンニョだから。よし、完全に強撃はまってるね、こいつ。よしよしよし。いいね、全体的に改装し始めた。よしよし、もう少しで勝つぞ。あ、出た、威嚇射撃出ちゃった。発作が出た、発作が。どっか行っちゃうんだよな、これな。よしよしよし、勝った。おしまいです。はい、お疲れ。いや、そうだね、意外と剣竜じゃねえや、キリスト教徒しぶとかったな。我が策があれば、まあ被害兵数がもう圧倒的な差あるけどな。あー、すごい、10万から4万8000まで減ったね。もうこれは勝敗が、あ、しかもみんな、ほら、みんなダンスして絵を踏んで、絵の上でステップを踏んでいるよ、これ。めちゃくちゃ絵の上でステップ踏んでんじゃん、全員。もうだってほら、坊主にしちゃってるもん、こいつなんか。先だって坊主にしてる。もうさっきまで首にアコーディオンつけてたけど、今もう坊主にしちゃってるもん。いや、早いな。もう、いや、もう仏教徒ですから。私、仏教徒ですから、みたいな感じで来てるわ。みんな、心なしか嬉しそうだもんな。よかった。誰も切らずに済んだよ。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、動画の高評価、よろしくお願いいたします。あと、Twitter の URL が概要欄に貼ってありますので、ぜひ、フォローお願いいたします。この動画は、ご覧の方々の提供でお送りしました。